私たちはアフリカに移住した金髪女社長と元看護師、突然ですが6月にケニアに来てくれる人を大募集しています。私たちはアフリカケニアの魅力を丸ごと凝縮した3日間のツアーを開催していて、これまでもたくさんのお客様が参加してくれ最高の思い出を作っていただきました。海外に行ったことがない人でも、アフリカって未開で怖いイメージがある方でも、英語が喋れない方でもめちゃくちゃ大満足いただいているツアー、3日間でやることをざっくり説明しよう。1日目はオーダーメイドのお洋服作りにトライ。カラフルなアフリカ布が並ぶ布市場に行って、所狭しと並ぶ布の中から自分だけの1枚を選んで、オーダーメイドのお洋服を仕立てるテイラーさんの元に行って、世界に1着だけのお洋服をオーダー。最後はローカルマーケットでお買い物。2日目は田舎町へゴー。ナイロビから車で2時間ほどのところにある田舎町に行って、地元の方々と一緒にご飯を作って、現地の暮らしぶりを知ったり、文化を教えてもらったり、皆さんの手仕事となっているカゴバッグを作る様子を見せてもらったり体験したりするよ。3日目は国立公園に行って、野生動物の迫力満点のサファリを楽しんで、キリンに餌をあげて戯れたり、可愛いが渋滞しているメイドインケニアのカラフル雑貨屋さんにも行っちゃうよ。日本人スタッフ同行なのはもちろん、渡航準備の段階でわからないことがあれば LINE で何でも気軽に聞いてもらってるので、初めての海外旅行でも安心。とにかくサポートが手厚い。今いる環境から飛び出して価値観をぶち壊したい。アフリカで他にはない体験をしてみたい。短期間で効率よくケニアを楽しみたい。そんな方々はぜひ参加していただきたいです。現在6月3日から5日、6月19から21、6月24から26で参加してくれる人を積極募集中。それ以外の日程で参加したいという人ももちろん調整できます。詳細はプロフィールトップから公式 LINE に友達登録をしてチェックしてね。